AT を投入した。基地からの撤退は半ば。はい、どうもニーナです。今日もスターウォーズバトルフロント2プレイしていきたいと思います。ホス防御側、ギャラクティック化されて遊んでいきましょう。まあ、現在スペシャルフォースということでね、スペシャルユニットも使っていこうかなと思う所存ではありますが、どんな感じで展開しとる。お、早い。裏持っていくタイプか。ただね、結構まだ距離遠いんだよね。ここから見ても129、遠くなかったわ。できることなら、で、取ってほしくはあるが、まあ、そもそも俺しかいないせいで AT-AT が俺しか狙ってこない説があります。激優秀じゃない。どうだ、見たか。綺麗に決まったぞ。壊れていく。おっと、ハーデントで取られていく。ごめん、今どういう状況。これだけ熱いんだ。空戦部隊はあるか。まあこの間空戦してるからな。ちょっと地上張り付こ。この人は逆サイ行こうとしてる。右が結構きつめだよね。左は打ててるから、右スナイパー結構いそうだわ。この屋根上っていうの、この壁に張り付いてるスナイパーいるんじゃない。これ反応はなかったが、ちょっとか。スモーカーに当てたわ。装甲はまだ持ってる。ほら、あ、いるね。結構押し込んでるんだね、味方が。押し込んでるからガンガンあれなんだ。さっさと壊れろ。ごめんまだいるな多分。いた。やめろ、ロケットやめろ。ロケットはやめなさい。ロケットはやめなさいと。ロケットはやめなさいと。なるほどね。これも溜まってるけど。お、よし、ちょっとレイヤーお金でいくか。ことは一刻は争います。それもなぜか知らんけど全くセカンダリー射撃を打たない私のレイヤーお金で。ゴー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 。どれや、どう、聞いた、弾っ、いて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 、バリア置いとくわ。ダメだ全然。助けてー。痛いっす。回復していい。マジ怖いわ。オービタルストライク来るみたい。ちょっと中で少し隠れてますわ。お、オービタルストライク食らってるんだけど、これオービタルストライクってバリアの中にいても食らうの。ありがとう。他の連中はどこ。他の連中はどこ。他の連中はどこ。うまく隙をついたわ。いるよ、なんかナイス。ちょっと戻りますか。ちょっと戻りますか。ちょっと戻りますか。俺セカンダリー射撃一発持たないぞ。
バリアの中にいても食らうんだね。いて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 、おい、セカンドで射撃撃たれたんだけど。よし、助けに行こう。なんかやられてる。いたな、エアリアル。頑張れ。私たちの手にかかっているかもしれません。いいぞ。見事だ。アイデンベルシュいるよ、あそこに。セカンダリ射撃撃ちてー。やばいやばい、アイデンベルシュいるって。よかった、ちょっとバリアも置いといてあげるから。これで試すわ。オッケー、アイデンベルシュ倒したぞ。ウラさんとつれいや戦ったのが間違い。やべ、なんかめっちゃいるめっちゃいるめっちゃいた、めっちゃいたわ。もう26なんだが。味方、味方強すぎるって。味方強いな。こっから負ける世界戦も別にありやなしやってとこだからね。ヨーダー、ごめんよ、守ってあげられなくて。守ってあげられなくてごめんよヨーダー、守ってあげられんかった。嘘でしょ、何されてるの今の。爆撃か。いいよ。気がついたら3人くらいに囲まれてましたね。おお、みたいな。どこどこ、いた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 い。頑張って飛んではいるっぽいな。俺もおとりにはなるか。まあ絶対的にね、ISB エージェント出てくるの当たり前なんで。ダメだ、殺しきれない対空完璧すぎる。対空完璧すぎるって。あ、レイがいる、助けに行く。レイ、うちの軍隊守ってくれたからな。レイ、どこだ。ロケット弾命中。全然弾当たらん。ウォーカーが基地を射程に収め、ハンガーまで下がり、そこで敵を迎え撃つ。レイ、無事に帰ってきてくれ。敵の地上部隊も増えるばかり。ハンガーを守れ。ここを失れば。俺のトツレイヤーを信じてくれた俺分隊、俺は信じるぞ。絶対死んじゃダメだぞ。来るぞ。オスクだ。ボスクだいぶ削ったが来てるね。突没されてるね。横行ってるね。ボスク横行ってるわ。モスクじゃねえのも来てるわ。任せろ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 。東アンガーに帝国軍の強襲。頑張れ。ただ無理するな。で、無理しちゃダメだ。今行く。レイ
いや、こっから負ける全然あるからな。あ、ちょちょちょ、バカ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 遠回りバカ遠回り。あ、もうこっから負ける世界戦も何度も見たことあるんで。くそバレてたまあここはなるべく人数を減らすことだね。なかなかタンクも来てんだね。ここでしっかりと人数、相手の人数を減らすことが大切なんで。左結構いかれてんな。いていていて、ロケットいて来てるぞ。行こうルーク、やれやれ。まあ、結構 ST もいるから圧はある。あ、ボス倒してるんでかいね。敵が西ハンターまで突破してきた。こっちも行こうね。大体いるのそこだから。パルパティンが帝国軍に加わった。パルパティンも来ている。おお、激戦激戦。俺の追いかけてきてた。いいぞ。ルーク回復中。あの水湯にルーク？ゾロが増援に来てくれるぞ。ルーク？もう最終まで行くつもりなのか？ルーク？だいぶ押し込まれてますけどルーク。大丈夫大丈夫大丈夫、突っ込んだ方がいい、絶対突っ込んだ方がいい。ルーク西ハンガーが危険な状態だ、敵を押し返せ。さすがに突っ込まないっぽいね。いや、引いたのまずかったかな。引いたのまずかったかもしれないね。いや、ここはもう捨てよう。ハンガーを守りきれない、基地内に交代だ。いや、あるこれ敵ワンチャンあるからね。これ敵ワンチャンあるから気をつけよう。一箇所守りでいいと思うけど、常に人数を減らす動きはしないとまずいと思う。輸送船が飛べなくなり、基地も大打撃を。奴らを止めるぞ。この撤退は成功させなければならない。後ろ抜けてったやついるな。いるんだよそこ。ナイス。とにかく圧をかけて人数を減らす。いい、一番端を置かれるのはしょうがない。もう全箇所守りは多分無理。全箇所守るのは無理なんで、とにかく一箇所をきちんと守って人数を減らす。来てるな。いいぞ。真ん中と中央を守る。衛星がある。OK 来てるよ。来てるよ。しっかり守ろう。
で、多分中央置かれると思う。中央置かれるから、中央一応見るか。中央は多分置かれると思うんだ、これ。中央ナイス、押し返したんでかいなこれ。ナイスー。危ねちょっとあれか、ハンソロだと信頼度なかったか。まあ、結構危なかったよ。結構危なかった。なかなか敵の追い上げ鋭かったね。まあ、あの状況で、私がね、私があの状況で勝ちに行くというプランを取るんであれば、もっと早く2個目を置く。で、最後、一番左ね。一番左で勝負するために、どうするかっていうのを考える感じだね。一個ずつだともう間に合わないし、やっぱベイダーが展開してる状態で、やっぱ味方が上がりきれてない状況はちょっとしんどかったね。ベイダー行けるんだったら一緒にやっぱついてってあげないと。やっぱある程度勝ち筋を見据えるんであれば、味方のヒーローと一緒に一般兵が行動してくれる行動っていうか、あの動きがすごい強いから、やっぱヒーローに合わせて動かれてると、やっぱりね、ヒーローにダメージを与えていくっていう動きがやっぱ弱くなっちゃうんでね。ちゃんと護衛がいるっていうことがすごく意味があるんで、あの状況ワンチャンあったね。はい、というわけで一切セカンダリ射撃を撃たない私の突レイヤー死にましたけれども、ただですよ、私アイデンベル氏は倒してますから。というわけでね、今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また見てねー。